Sonnet 1 by William Shakespeare. From fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never die, but as a riper shoot by time decrease, his tender hair might bear his memory. But thou, contracted to thine own bright eyes, fadest thy lightest flame with self-substantial fuel, making a famine where abundance lies. Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. Thou that art now the world's flesh ornament, and only herald to the gaudy spring, within thine own bud bearest thy人間という美しい生物をみんな増やしたいよね。だからね、美しいバラはなくならないんだよ。でもね、やがてそのバラの美しさも消えるよ。その記憶だけが優しく残るようになるよ。でもね、目が輝いている時というのはね、皆はね、自分のためだけに炎を燃やすものなんだよ。自分の豊かさの中で飢餓を作りながらね、あなた自身がね、あなたの残忍な敵なんだよ。つまりね、世界の中で自分の姿を飾っているだけ、ただけばけばしく自分の身を飾っているだけなんだよ。バラのつぼみを自分の殻の中に閉じ込めておくだけのためにね、しみったれたやり方で卑しくも無駄にしているだけ。世界を憐れもうよ。でなければあなたはただの退職官、世界をむさぼるだけのね、であとは墓場へ消えるだけ。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ことをしないから善人というのではないよ。良いことをするから善人というわけでもないのだよ。人間はね、悪と戦ってこそ善人になるのだよ。悪といっても自分の外にいる悪もあるけど、でもね、本当の悪は自分の中にあるのだよ。息を潜めて静かにその時が来るのを待っている。それが悪なんだよ。だからあのシェイクスピアはこう書いたんだよ。汝の敵は汝自身なんだよと。つまり見た目にはみんないい人だよ。
あなたも私もね、善人に見えるかもね。あるいは善人のふりをするのは簡単なこと、それらしいことをして、それらしいことを言い、それらしい顔をしていればいい。でもね、そういう人のことを偽善者と言うんだよ。ひょっとしたら本物の悪人よりずっと悪質。が、本物の善人になるのは難しい。本当に難しい。自分の中から悪を叩き出してこそ善人。が、自分の心の中から悪を叩き出すのは簡単なことではない。どこに潜んでいるか、それさえわからない。潜んで静かにその時が来るのを待っている。外には出てこない。だから見た目には私もあなたも善人。良き人、善人。つまりね、それはたまたまそういう立場にいないからだけなんだよ。そういう立場にいないから善人として通るだけ。でもね、もし立場が変わったらどうなのかな。あなたは今のあなたでいられるかな。例えば教育の富を手にしたとか、あるいは強大な権力を手にしたとか、そうなった時あなたは自分を守ることができるかな。今のまま善人でいられるかな。その自信はあるかな。が、今のあなたは教育の富もなければ強大な権力もない。だから小さな世界に閉じこもって悪いことをしないだけ。悪いことをしたくてもそれができない。できないからかろうじて善人でいられるだけ。他人の悪行を見ながら不平や不満を並べているだけ。愚痴を言いながら自分を慰めているだけ。わかりやすく言えば、良いこともしなければ悪いこともしないだけ。でもね、そういう人のことを卑怯者と言うんだよ。自分では何もしないで他人の失敗を横で見ながら笑っている。他人の失敗を利用しながら先に歩いた人の道だけを探して生きる。そういう人のことを卑怯者と言うのだよ。あるいは他人の悪を見て見ぬふりをしている人もいるよね。あるいは悪人の手助けをしたり、悪人に利用され餌になっている人もいる。そういう人のことも卑怯者というのだよ。ひょっとしたらそういう人は本物の悪人よりずっとたちが悪いかもしれないよ。影に隠れてこそこそと悪いことをする。それと同じ。つまりね、それらをまとめて悪というのだよ。もう少しわかりやすく言うと、人間が動物だった頃から持つ貪欲さということかな。際限のない貪欲さ。それが私たちの心のどこかに潜んでいる。つまりそれが悪ということになるのかな。その悪がそんなあなたの中にもちゃんと潜んでいる。そしてその時と場所を見つけるとそれは外に出てくる。あなたの心を裏から操る。あなたの行動を裏から操る。金の亡者になったり権力の亡者になったりする。でもね、もう一つ忘れていけない悪があるよ。無意識の悪というのがそれだよ。それについてシェイクスピアはさらにこう書き残しているよ。あなたが豊かになればなるほど、その一方で飢餓を生み出していると。つまりね、あなたが豊かになればなるほど貧しい人たちを生み出していると。わかりやすく言えばね、もしあなたが労働以上に収入を得たとするよね。例えば1時間しか働いていないのに別の人の1日分の収入を得たとかなど。が、
その収入は他の人の犠牲の上で生み出された収入ということになるんだよ。あなたが得をしたと思えば思うほど、世の中には損をしたと思う人もいるわけ。つまりそれは悪いことなんだよ。自分では意識しないまま、いつの間にか悪いことをしている。悪と意識しない、悪ということになるんだよ。と思う人もいるかもしれないけど、つまりね、それが戦争の原因になることだってあるんだよ。人が人を殺し合う理由になることだってあるんだよ。つまりね、悪といってもいろいろな悪があるということ、そしてその悪と積極的に戦ってこそ、私たちは善人になることができるんだよ。そしてその善人だけがね、天国へ行くことができるんだよ。そうでなければ教会の裏手にある墓地で朽ち果てるだけと、シェイクスピアはそう書いているよ。でもね、善人になるのはそれほど難しいことではないんだよ。自分の心の中から悪を叩き出すことはそれほど難しいことではないんだよ。方法は簡単。嘘はつかない。約束は守る。ルールは守る。この三つだけ。この三つだけをこの瞬間から始める。それを日々に繰り返す。横断歩道へ来たら車を止める。駐車場でも身体障害者の人の駐車場では車を止めない。そんな簡単なことを毎日繰り返す。人の目があってもなくても繰り返す。そうした日々が積み重なって月となり、その月が積み重なって年となる。それが積み重なって10年、20年と重なって、その人の人格になる。ただね、残念なことに、だからといってそれで悪が消えるわけではないんだよ。でもね、心の片隅に追いやることはできる。外に出てこさせなくすることはできる。悪いことをしないから善人というのではないよ。良いことをするから善人というわけでもないのだよ。人間はね、悪と戦ってこそ善人になるのだよ。悪といっても自分の外にいる悪もあるけど、でもね、本当の悪は自分の中にあるのだよ。息を潜めて静かにその時が来るのをじっと待っている。それが悪なんだよ。だからあのシェイクスピアはこう書いたんだよ。汝の敵は汝自身なんだよ。心の常識。魚は陸に上がらないよね。鳥は水の中に入らないよね。そんなことをすれば死んでしまうこと、みんな知っているからね。そういうのを常識って言うんだよ。みんなもね、自分の心に静かに耳を傾けてみてごらん。きっとその常識の声が
聞こえてくるよ。してはいけないこと、しなければならないこと、それを教えてくれるよ。他の人への優しさや思いやりは心地よい響きがするだろう。他の人を裏切ったりいじめたりすることは嫌な響きがするだろう。人を悪く言うのも嫌だね。みんなの心はもうそれを知っているんだよ。あとはね、その常識に従えばいい。だってね、人間はね、その常識のおかげで何十万年もの間生きてきたんだもの。これからもね、その常識に従えばね、みんな仲良く生きられるよ。わかったかな？そういう自分自身の常識をもっともっと磨いて、それを大切にしようね。ジャスミン。5月今頃の今日、ほんの1週間、野生のジャスミンが一斉に咲き誇る。甘い匂いをカーテンのように漂わす。緩やかな風の肌触り、その優しさ、それが心を溶かし体を緩める。ぼんやりと時の流れに思いを任す。かすかな胸の動きが息を流す。春の乾いた風が音もなく若葉を揺らす。気だるさが残る足を前に伸ばし、長椅子に身を斜めに横たえる。安らいだ穏やかな朝、ぬくもりのある春の陽光。私は子供の頃から水色の空が好き。それを下から包む山の緑が好き。白い日差しがその上から空を包む。すぐ下の土手の向こうから子供の声、ケタケタと華やいだ笑い、それを追う母親らしき女性の声、山道を蹴る足音がそれに続く。ぼんやりと耳の向こうで聞き流す。悲しみも憎しみもない。不安も心配もない。解放され形を失った自分の体、ふと目を閉じまぶたの中に身を沈める。私は生きている。この瞬間を生きている。その満たされ和らいだ安堵感。
5月、今頃の今日、ほんの1週間、野生のジャスミンが一斉に咲き誇る。甘い匂いをカーテンのように漂わす。時が止まり、光が止まる。それが心を溶かし、体を緩める。私はもう一度肩を大きく持ち上げ、ジャスミンの香りを胸にいっぱい吸い込む。そう、来週からは野いちごの季節。その赤い実が消える頃には、今度は美はやや黄みがかかった。今の美は今年は成年。私はジャスミンの香りが好き、今の季節が好き、あなたが好き、みんなみんな好き、地球も好き、そんな世界に生きている。私は私が大好き。